商品デビュー専門。今日は高級な加湿器、アロマ機ですね。本格的なアロマ、陶器なんですよね。火を使うもの。でも最近の火を使わないもの、非常に安全ですけど、見た目がプラスチックとかなんですよね。質感がちょっとないな。それ見た目陶器や木製のものもありますけど、あ、プリントか。でも今回提供いただいたもの、ここ、陶器です。これ気をつけないと割れますよ。いい音ですね。すごいいい音。中はプラスチックですね。蓋を外すと非常に広いですね。広いから洗いやすいです。それと容量も大きいですね。補充する回数減りますね。これ嬉しいですね。特に広い部屋で使ってる人、大容量なものいいですね。 AC アダプター式ですので感電とかの心配少ないです。スイッチはここですね。まず水入れます。水を入れたら内蓋、そして陶器のカバーですね。あとはスイッチを入れます。あ、出てきましたね。勢いよく真上に上がりますね。これ見た目いいですね。ちょっと煙っぽくて、陶器のポットから煙が出てる。 あとアロマどこに入れるのか、水を入れた後にそのまま垂らしてください。普通に水を入れる感覚でアロマ使いますね。あとは照明、これちょっとカメラでは映らないんですけど、陶器全体がソフトに光ってますね。この陶器光を通すんですよね。最近の超音波式加湿器、アロマ機、便利だけどちょっと質感が悪いな、そう思ってた人、これは陶器だから高級なインテリアにも合いますよ。人が触っても、あ、陶器だ、なんか高級そうだな、そう思いますからね。手軽がいい、でも高級さは欲しい、そういう人におすすめの加湿器、アロマ機でした。商品レビュー専門です。